あとトッシーは結構やってるよね、マクナンさんは。そうですね、エグザイル淳さんだったり、ショーキスさんだったり。そうだよね、LDHK も結構やってる。そうやってますね。湘南乃風さんも。ああ、そうだよね。俺もさ、最初トッシーさん始める前までは結構ないろんなアーティストをワンクールやって、はい、またワンクールやって、そういう感じのランサーだったんだけど、はい、気づいたらもう他の現場誘わなくなっちゃってさ。気まずい、気まずい、どうしよう。でもまあ嬉しいことだよね。いや、まあ、そうだね。多分それだけ専属っていう見られ方は取ったのかな。うん、まあ俺はトッサーにめちゃくちゃ感謝はあってね。バックダンサーはね、アーティストの後ろにいるアーティストなわけだから、はい、これはちょっと日本の文化だけが違うだと俺は思う。あー、アーティストの方によっても若干確かに自分を出してもいい、先ほど言ったそのトッサーみたいにこうさせてくれてる方もいたら極力消してほしいっていう。あ、まあそうだね。でもいろ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 ありますね、確かに。まあ、トッサーの現場は特にそうなんだけど、はい、ナオト様って呼んでくれるとこあるしね。楽屋もそういう名前だったり、ダンサー様じゃなくて同じステージに立つ共演者っていう風に見てくれるのってすごい嬉しいよね。めちゃくちゃ思います。あ、いていいんだって思うんですけど。マジか、マジか。トッシーとさ、はい、もう出会ってから俺は結構ツアーと出てたでしょ。めっちゃ出てました。俺のこと知ったの、いつなの。ブエノスでゴールドでしたっけ。あのヒップホップのイベント、はいはいはい、ダボさんのイベントがね、レギュラーで出させてもらってたね。多分そこです。うんうん、そこで見て、うわぁ、バチバチのニューヨークスタイル、うわぁみたいな。もう曲から衣装から、もう上から下までもう全部バチバチだったよね。バチバチでしたよ。いやあの時衣装代超金かけてたもん。いや、だっていくらぐらいですか。1人10万も当たり前だったよね。おかしいですかね、これ。それおかしいですよ、この10万って普通のダンサーの衣装ってありえないですよね。格好悪いのは着れないし、やっぱちょっと飛び抜けたことをしないと立場は考えてたよね。当時はやっぱショーパッケージで8分ぐらいが当たり前だったから、うん、だって5分で4分で終わりにするのって、はい、ゲストで呼んでもらってるのに失礼じゃない、うん、っていう感覚が昔はあったんだよね。風習じゃないけど、だからもうイントロ2分とかね。投げで、その日のじゃあゴールドで、はい、あれあいつが直人なんだみたいな。名前まではその時マチンって多分覚えてたか分かんないですけど、でもどちらかというと直人さんよりもリリカルサックスの人っていう。あ、なるほどね。のですごい印象ありましたね。あ、そっかそっか。はい、まあそうだよね、姫路は田舎だから雑誌ないもん。雑誌ない。ある雑誌めっちゃあったよ。あ、でも雑誌見てましたもん。でも俺ね、21から出てるから。ムーブメントスカのやつだ。あー、元がレクチャーとかしてたやつあるよね。ムーブメントっていうフリーペーパー、私服とか出たり、うん、曲も言ったらさっき言った圭太君と2人でスーパースターと次世代スーパースターで撮る。マジで。そう、今2人でマジですか。それ俺もまだその時、その言うたらユニットやる前だったんだよ。まだユニットのリハも始まる前で、その時にちょうどムーブメントから来て、そしたらなんか超適当な服装で来て、ちょっとこれ圭太君またグラマラスしていい、ね、圭太君超適当っていうか、ユニット撮るっていう感じだったの。なるほどな。俺はどっちかって言ったら当時ファブラスのブランドリッチヤングを、もうこれでしょ、ここはここで行くでしょみたいな。デニムをセットアップ着て、もうあのベルサーズのサングラスして、もうヤンキースのキャップバッチかぶって、アロだったからその日はこのようにしてって、それだけなんかフリーペーパーだけど本気みたいな。なるほどなるほど。なので圭太君なんか普通に人の帰りみたいな感じで、リハ帰りみたいな。もう言うたら俺はシャワーはまだ浴びてってるから。気合が違うじゃん。気合が違うんですよ。それまでやばい、あのバッグに入ってるでしょと思ったら、はい、何も入ってないの。そのまま圭太君なんか渋谷の一回街にどこか消えてって、はい、ちょっと待っててみたいな、はい、えと思ったらいきなり全身コーデ変わって現れて、すごっ。リースだよね。そうそうそう、リースしてきて、もうその日だけのために服を借りて、だからリースランの言葉知らなかったの、その時。
ほんで、いざ取り出して、めっちゃ緊張したの覚えてる。緊張するっすよね、パシャ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 、今だったら余裕でできるけど、当時、その、ケイタ君がバンバン動くから。なるほど。うわぁ、かっけーってのがやっぱ、ダンス以外のところでもリスペクト感増しちゃったよね。うわぁ、そうそう、身近に感じると余計やるんですよ、ね、そう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 。そういう人になりたいなって思った。けどやっぱリリカルサンクスだから、はい、そこはベースエッツとは敵対はある、まあ、大先輩だし、かっこいいし、でもなんか俺らはニューヨークスタイルは、まあ、その時は貫いてたから、うん、負けたくないなってのあったのよ。え、じゃあ俺といつ話したの？話したのがいつなんですかね。俺全然その辺の記憶なくて、はい、なんか覚えてるのがトッシーのお乳首をバーン引っ張られるみたいなエピソードは絶対それ逆ですね。俺じゃない。ナオトさんから自分にっすね、完全に。やめてくださいよ、トッシーって言って。役ですね。今でもあります。いや、大橋だ。いやいやいや、もう、いや、意味わかんない。大橋だ、やめてください。気づいたら仲良くなってたと思う。確かに。別に仲良くないんだよ、俺的に。なんで？ね。なんで？で、多分、俺がトッシー、もうユニットとか誘い出したのもあると思う。あー、そうですね。あの、トシはちょっとこういうユニットで踊りたいんですけど、どうですか？やります。やります。やりましょうみたいな。いつもね、なんかソフトなんだよ。そうですね。ですごい気持ちいいし、で、やろうっつってなって、なんか俺覚えてるのが、トシと、あと他にも5人ぐらいいて、ユニットで、なんか、こんなような俺も振りなかったキーみたいな。